はい、どうも、ティカでーす。今年はね、ナイチャンネル登録者数1000人を目標に活動していますので、今回の動画がいいなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでね、現在、エキサイティング第1弾が開催されていて、秋山選手がね、阪神枠では登場しています。で、第2弾でね、青柳選手が登場予定となっています。というわけで、まあもちろんね、両方取る予定の方はね、全然取っていただければいいかなとは思ってるんですが、もしね、片方だけ取ろうかなと思ってる方でね、どっちを取ろうか迷ってる方もね、もしかしたらいるかもしれないなと思ったんで、今回は、もし片方取るならどっちを取ったらいいのかについてね喋っていきたいなと思います。はい、というわけでね、まあ、まずは2人のね能力の方を振り返っていきたいなと思います。まずね、秋山選手の方が、9位から76、85、76の完全制球型の制球 A となってます。まあね、この9位からスタミナね、あと1高ければね、まあそこもね、A っていうところが狙えたんですが、まあ残念ながら狙えませんと。で、球種の方が、まあこんな感じで、ツーシーム E のフォークが変化量3のツーシームフォーク持ち。まああとはね、ナックルカーブが変化量3となってます。で、あとはね、スラカット持ちとなっていて、スライダーが3、カットボールが2となってます。で、特殊能力の方が今季から変更されていて、去年までが超コントロール対ピンチ援護だったところが、対ピンチと援護がね上に上がってきて超対ピンチ援護となってます。っていうのを見るとね、まあおそらく第3特殊能力にコントロールが来てるんで、まあコントロールがね出ての対ピンチっていうのがね、まあ強かった投手なんで、まあエキサイティングねスルーしようかなと思ってる方ももしかしたらいるかもしれません。続いてね、青柳選手いきましょう。青柳選手ね、表の3捨てが9位から80、77、81というわけで、通常との違いとしてね、昇降で制球 A が狙えます。で、まあ、球種の方が、ツーシームがね、上方向に変更されましたと。で、B 球種以上2つ持ちとなってます。で、特殊能力が、キレ対ピンチとなってます。というわけで、まあ、2人ともね、対ピンチ持ちです。というわけで、まあね、どっちを取るかっていうと、まあ、個人的には、秋山選手をね、おすすめしたいかなと思います。で、リアタイをね、メインでやってる方はね、まあ、特に秋山選手。で、あとはね、スプリーグ出ようかなと思ってる方も、この秋山選手ね、獲得しといた方がいいのかなと思います。で、まあ、そこはね、なんでかというと、現在、阪神の通常 S ランクで登場している先発がグランドオープンで登場した伊藤将司選手とエース枠の青柳選手となってます。 A ランクの方に関して言うと、さらにそこに西さんが追加されてますというわけで、まあね、現在のピッチングとかね、登板回数とかをね見てると、まあ西選手はおそらく S ランク出るんじゃないかなというわけで、まあ一応ね、野球速報さんのデータを参考にさせていただくと、登板数が11で防御率が 1.50 で、まあ勝敗が4勝4敗となってます。というわけで、まあ11登板してて防御率 1.50 の4勝というわけで、まあ西さんは出るでしょうというわけでね、先発は最近直近に3年かなは先発がね5枚登場している状況となってます。というわけでね、まあ、あと2枠空いているよというわけで、まあそこでね、秋山選手出る可能性もあるんですが、現状のね阪神の先発ローテ6人が、青柳選手、伊藤将司選手、ガンケル、西勇輝選手、西純也選手、ウィルカーソンというわけで、まあ秋山選手はね残念ながら2軍調整となっています。そしてね、 A ランクが現在追加されてないウィルカーソン、ガンケル、西純也選手と、この3人がね成績良くて、まあ西純也選手ね、この間打たれちゃった試合もあったんで防御率ちょっと上がってるんですが、5登板で防御率が 3.34 で勝敗が3勝1敗となってます。で、ガンケル先生が8登板で防御率が 2.58 の2勝4敗となってます。で、ウィルカーソンが、まあ、この間ね日本ハム戦で打たれたのがこれデータに反映されてる気がするんで、ちょっとね防御率上がっちゃってますが、8試合に登板して防御率が 2.72 で4勝2敗となってます。で、秋山選手に関しては5登板で防御率が 5.48、 1勝3敗で現在2軍となってます。というわけで、こうなってくると、まあおそらく現状のね、まあ登板数とかも込みで言うと、まあガンケル先生、ウィルク、西純也君、まあこの3人がね残りの2枠をね争う形になってくるのかなっていうところがあるんで、まあもしかしたらなんですがね、まあこの超大ピンチの秋山選手っていうのがシリーズ1ではこのタイミングでしかねゲットできない可能性っていうのもありますし、もしかしたらねシリーズ2でここがね変更された場合には、このエキサイティングがね唯一の超大ピンチ、まあコントロールは消えちゃってるんですが、唯一の超大ピンチ持ちにねなる可能性があるんで、まあどちらかね悩んでるよっていう方は、この秋山選手を自分は推したいかなと思います。で、まあ後のね通常 S ランク3枠のね1枠は西勇輝選手が出るんじゃないかなっていうところがあるんで、まああと2枠をね、まあ、ガンケル先生、ウィルク、西純也君、まあこの3人で争って、まあおそらく外国人2人、ガンケル先生とウィルクが出てくる気はするんですが、まあちょっとね秋山さんが通常 S ランクで出てくるっていうのはね、まあ現状の登板数や成績で、あと2軍にいるっていうことをね考えるとちょっと難しい気もするんで、まあね出る可能性っていうのも全然あるとは思うんですが、まあここね秋山選手を保険で
で取っておくっていうのはね全然ありなんじゃないかなと思います。で青柳選手に関しては、まあ、請求 A っていうところを3人ないしは7人持ってるよっていう方でコンボ出せる方は、まあ、ここをね取りに行くのはありなのかなと思いますが、まあ結局ねそこに関しては秋山選手でね補えますし、青柳選手ね現在の成績が8登板して防御率が驚異の 0.98 で6勝1敗となってます。でまあこの1敗に関しては大野雄大選手の9回パーフェクトでね投げ合って延長10回でさよなら負けしたね試合の1敗なんで、まああの試合もね1対0で負けたんで、まあ防御率もねそんな上がってないというわけで、まあそういうところをね加味するとおそらく青柳選手制球位置上がってねシリーズ2出てくる可能性もあるかなっていうのがね個人的な考えなんで、まあ青柳選手に関してはまあ無理する必要はないのかなと思いますね。まあただ今年からね球種が変わっててまだ通常ゲットできないよっていう方は取りに行くのもありかなと思いますが、もうね通常 S ランク出てるんで、まあ今後ねミキサーなり自チーム S ランク契約書ね開封した際に当たる可能性はあるかなっていうところがあるんで、まあ現状ね登場していない秋山選手取るっていうのが個人的にはおすすめかなと思います。でもしというかまあめちゃくちゃ余裕のある方はまあ超コントロール持ちのね秋山選手と2体持ちっていうのもねありかなと思いますが、まあスピン200差ありますし、まあ制球もね85あって、まあさらに、ね、そこに超コントロールが出るっていうのがね強かったんですが、まあ別に超大ピンチがあるんで、まあ個人的には継承しちゃってもいいのかなとは思ってます。はい、というわけで今回は阪神のエキサイティング片方を取るならどっち問題について触れていきました。いかがだったでしょうか。いやーというわけでまあ現状ねこの動画撮影してる段階ではまだね阪神のね契約書は開封したんですが、累計と中日のね契約書は開封できてないんでまだね秋山選手は持っていませんが、もしねその残り2回のチャンスで当てることができなければ60連引いて秋山選手をね獲得しに行こうかなとね現状は考えてます。まあどうしてもね秋山選手通常が個人的には出ない予想をしてるんで、まあ超大ピンチっていうところはねまあ魅力かなっていうので取りに行こうかなと思ってます。で青柳選手に関してはまあねこの通常が当たってるんでまあ無理する必要はないかなっていう考えです。というわけでねまあもしよければね僕は青柳選手の方がおすすめだよっていう方やねこんな秋山選手の他のポイントあるよっていうのがね皆さんありましたらぜひともねコメント欄に書いていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今年は年内チャンネル登録者数1000人を目標に活動してますので、今回の動画参考になったなと思ってくれる方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやってますので概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。